朝のライブ放送が終わりまして、メールの方何点かいただきましたんでね、個人宛てのメールなんですけども、匿名で返信しながらできる範囲で一般公開動画ライブでお答えしていきますね。久保さんおはようございます。今朝は肌寒い朝です。そうですね、稲刈りが始まり田んぼでコンバインがあちらこちらに見られます。とてものどかな光景です。いいですね。で FX の方なんですけど、6時47分107.732から分析が始まってますね。まあ今朝チャート開いてびっくりと、急落が起きていたと。急落はね、まあ予見できたんですけども、このね予見した次の日にはもうね深夜のうちに急落してると私もびっくりですよね。その他ね分析書いてますけども、はい、この後の動きで相場の流れが分かってくるのではないかと思う。まあそうなんですよ。いつもねもうちょっと進んだら全体が分かるのになと思いながらチャートを見るんですよね。でもこれがね見なくても分かるようになってくると相場の予測ができていくわけなんですよね。もうちょっと頑張っていきましょうね。はい、今から答え合わせしますということですね。昨日は動画を上げられず、今日は登録者が少ない皆様に受け取っていただけるように動画をお届けしたいと思います。素晴らしいと思います。それではこの後送っていただいた相場解説の、これは動画かな、画像ですね。ダブルトップで、下へ向かうかと書いてますけれども、ダブルトップに見えるかな。ダブルトップに見えなくもないのかな。はい、ありがとうございます。まあ分析は様々あると思いますんでね、こうダブルトップで下へ向かうのかっていうのは、まあここはねダブルトップに見えて下に向かっているんだとしたら、それもまた一つかなと思いますね。ありがとうございます。それでは次のメッセージ、もう一件だけ読まさせていただきます。おはようございます、久保先生。ジュネックスコインの問い合わせ先をもう一度教えていただけますか。ジュネックスコインはどこだったかな。確かね速稼塾の公式サイト、会員サイトに貼ってあったと思うんですけどもね、ちょっと調べて返信します。FX 深夜タイムは厳しいです。はい、深夜タイムはねニューヨークタイムズですね。大体寝てますんでね、私たちはね、特に私は寝てます。まあ、ですので深夜に起きたものはしょうがないかなと。私が専業の FX トレーダーになったら、なることはないと思いますけど、なったら深夜で戦うと思いますけども、私は夜眠たいんで稼ぐより寝ますね。で稼ぎたい人は深夜に強くなった方がいいと思いますよね。日本時間ではなくて、これはね生活パターンによるんですよ。で私は日本人の通常のお勤めになっているサラリーマンさんみたいなライフスタイルに合わせた相場解説、相場予測をしてますけども、そうではなくって専業トレーダーで行こうと決めてらっしゃる方とかね、主婦の方とかでしたら、深夜起きていられる環境がもしあるようでしたらね、深夜起きてる環境が、あと夜9時から朝の5時ぐらいまでを重点的にやると利益が取れるのは早いんじゃないかなと思いますよね。はい、マイアミさんはオンタイムがいい時間でいいですね。そうですね、まあミスターマイアミさんにはミスターマイアミさんで、日本時間いいなと思ってるところがあるでしょうね。なんかでやっぱりねこう自分がこうチャンスがない部分がどうしてもね他の人に言ってるんじゃないかなっていうふうに映ってしまうところありますよね。本日もねまあいろいろと、やることがありますけども、まあ私は今日はお稽古がありますね。ちょっともうそろそろ三味線弾かないとね、3週間も弾いてませんので、まあ大丈夫かな、腕落ちてないかなっていうところですね。今日は合同練習なんで、舞踊の方もいらっしゃいますね。踊りとともに伴奏するって形ですか。で10月の10日がまあちょっとね21周年ということで、私が今年も出させていただくということでございます。その後12日が岐阜の方で、ちょっと岐阜にお邪魔してね、時間を過ごさせていただくということでございます。岐阜に行った際はジミーさんよろしくお願いします。その他訪問とかねアポイントメントのご要望をいただいてるんですけども、そろそろすいません、私自宅にも人が招けなくなるんですよ。もう完全に家が子育てルームになりましたんで、申し訳ないですけどもね、ちょっと人は招けないかなというところでございます。こんなことを言える立場ではないんですけども、ちょっと半年ほどね自宅訪問の方はご遠慮いただくと幸いでございます。それからあとどっかね来てくださいっていう声もあるんですけども、行けるかな、なるべく行こうと思うんですけども、さすがにね出産放置で行くほど私はまあちょっとねすいません、
完全に家庭が一番なんで、そこはちょっとご理解いただければと思います。一時期だけですからね、ずっとあの会員さんとか視聴者さん中心にやってまいりましたけども、今の時期はね、家族中心にやらせてください、申し訳ありません、まあでもできる限り対応しますので、ご相談いただけた分に関しましては、あのダメだよってことは言いませんので、ね、よろしくお願いします。あとですね、何かに依存するのは良くないんで、そろそろ自分一人の力で稼ぐことをやっていきたいんですってことで、特技のある方とかね、それから自分が好きなものがある方は非常に簡単です。もう YouTube を始めてください。で YouTube ね、ここまで行っても始めてらっしゃらない方が大体大部分です。あのチャンスがあるものをやらずにチャンスがないものを続けてしまうんですよ。で振り返った時に自分は何だったのかなっていう風になっちゃいますから、これ40代で振り返っても50代で振り返っても60代で振り返っても一緒ですからね。あのやっぱりね、今まで何をしてきたんだろうかとかね、自分の培ってきた時間とか力ってのはこんなもんだったのかっていうふうに気づくことがあると思うんですよ。その時に手遅れじゃないように今やりましょうっていうのが自己否定論なんですけども、結局は自分のやっていたことにあぐらをかいてしまったりね、それが社会的評価を受けてないのに自己肯定感によりね、これは自分のすごくね、意味があることなんだ、他の人が分かってもらえなくてもやるんだみたいなおかしな理屈になっちゃうんですよ。あのやっぱりね、世の中を認めないと自分の道って引けませんから、世の中が認めてくれるかどうかってことにもやっぱりこだわっていかないといけないですよね。若いうちはいいんですよ。10代とか20代のうちは人のことなんて気にせずにもう突っ込んでいけばいいんですけども、さすがに30過ぎたり40過ぎたりしたら人生の調整をしなければならないんですよ。自分が思いを込めて命をかけてやってきたこと、これほどまでやってきたことが認められないってことはどういうことなのか、それは自分の表現力がね、悪いわけなんですよね。で自分が表現のその仕方が悪いんで認めてもらえないんですよ。だからね、その同じ業界とか同じ特技とかでうまくいってる人ってやっぱ人に気に入られて、人に好かれてね、愛されて、だから見越しに上げてもらえるんですよね。だそういうところを本当にね、冷静に、残酷なようですけども冷静に捉えていかないと、ずっと同じことの繰り返しで、ある時ね、臨終のとこで自分の人生ってのは本当にね、いろんなものに翻弄されてきたみたいな感じになっちゃうんですよ。それは翻弄されたんじゃなくて、自分がチョイスしちゃいけない、選んじゃいけないものを選び続けてきたってことの結果ですからね。全ては自分の身から起きてるわけなんですよ。で、インターネットの検索もそうなんですけども、検索のセンスが悪ければセンスの悪い答えにたどり着くわけなんですよ。で、それが正解だと思っちゃうんですよね。違うんですよ。自分の答えを探す能力が低ければ愚かな答えにたどり着くわけなんですよ。で、自分がセンスのいい答えを導き出せるようなね、そんな検索能力とかがあれば、いつも正解を選べるようになるわけですよね。その結果、今日という現実が来るわけなんですよ。さあ、皆さんね、今日という現実は皆さんの選んだその通りの人生だったのか、それとも自分の選んだ結果この程度だと思ってしまうのか、それともね、十分幸せだと思ってね、これ以上の努力や研究は必要ないと思うのか、様々でございます。はい、それではね、本日の放送は以上でございます。なんだろうね、問い合わせ先教えてもらえますかってことですね。はい、ありがとうございました。では失礼します。じゃあ稽古の方行ってきます。